皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日も皆様お忙しい中、動画のご視聴誠にありがとうございます。今日も楽しくつらつらギターを弾きながら、ベラベラと喋っていこうと思いますので、もうベラベラとベラベラとベラ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 と喋っていこうと思いますので、もしよければ最後までお付き合いいただけましたら幸いでございます。そんな本日はですね、こちらボスの最新デバイス、刀 GO のご紹介でございます。まあ、いろんな人が YouTube とか Twitter とかでレビュー紹介をしているもんでございますから、そのデバイス、誰々さんが YouTube で紹介したとか、誰々さんが Twitter で動画上げてたっていう感じで見たことある方も結構多いんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。まあ、各言う私も、まあ、知り合いの人が Twitter でこれの動画をアップロードしていて、へえ、そんなあるんだ、面白そうだな、なんて思った口でございまして、面白そう、私も買って動画とかにしようかな、どうしようかな、でもちょっと動画のネタとしては少し予算オーバーだな、でも欲しいな、買おうかな、動画にしようかな、でもちょっと買う、高いな、どうしようかな、ぐぬぬ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 って思ってましたら、うちのメンバーシップの会員さんが、竹谷さん、刀5買いましたよ。よかったらお貸ししますんで動画にしませんかみたいな感じの男気あふれるご提案をしていただきまして、私はもう即答で前のめりでお願いします、貸してくださいっていう感じで、そんな感じで返信をして、お借りをすることができました。ジンさん、誠にありがとうございます。ジンさんから刀5をお借りできましたので、こちらのご紹介でございます。わーで、この刀5何なのよと申しますと、ヘッドホンアンプってやつなんですけれども、まあ、簡単に言うとですよ。皆様のエレキギターにブスッと挿して、イヤホンとかヘッドホンとかしてポチって電源入れると、まあいい音で練習ができてしまう。まあいい音でギターが弾けてしまうという、そういう感じのツールでございますよ。最近のこのね、集合住宅事情としてはですね、家でこうアンプ鳴らせないよって方も結構多いわけじゃないですか。だからそういう方をですね、このヘッドホンとかイヤホンとかで練習したりとかしてるわけなんですけれども、まあそもそもがよ、こいつ自体がすごいもう収集で、もういろんなエフェクターとかも入っていて、いろんな音作りもできて、で、このままね、このパチッとやってこうね、はめてさ、イヤホンとかでやればもうこれだけで練習が済むじゃないか、スマートフォンとかも連動して練習もできるし、動画とかも撮れるし、半端ねーみたいな感じのそういうデバイスなんですが、もうね、驚き、このすごい音が良くて驚きはもう当たり前なんだけども、もう便利で驚きだし、なんかこのデジタル技術が集約されすぎて、若干ね、怖い。恐ろしい。デジタルは恐ろしい。なんか本当にこの最新デバイス怖いなみたいな、なんか電子の力って怖いみたいな感じの、すごいいいし楽しいし、びっくりなんだけども、それ以上に怖い。ので、皆様もよかったら動画をご覧いただいている途中に、電子って怖えって思ったら、電子って怖えってコメントとかチャットとかしてみてくださいませ。もうそのぐらいもう電子って怖えなって感じのそういうアイテムでございますよ。よかったら聞いてみていただければ幸いでございます。で、今日はですね、この LINE で繋いで皆様に音をお届けしているんですけれども、アンプとか使ったいんですよ。だから、皆さんがこの刀5を買って、家に帰って、エレキギターに繋いで、ヘッドホンとかを繋いで、で、電源入れればね、このままの音が鳴るんです。だからこそ、今日の動画こそいつも使ってるイヤホンとかヘッドホンとかで聞いていただくと面白いんじゃないかななんて思ったりとかします。本当にこの音すんのすげえみたいな感じで、電子って怖えってなると思うんで、よろしくお願いします。では、ちょっと鳴らしてみましょうか。まあ、いろんな説明をしたいところなんですけども、こんな感じの音します。とりあえず電源を入れて、一番デフォルトの1の A の音です。1の A。結構このガッツ溢れる感じでいいでしょう。いいでしょう。いいでしょう。で、この弾いた後のこのリバーブ感もね、ちょっと聞いてみてほしいんですよ。わわわわって。この広がり感もすごくいいでしょう。ね、こんなん電源入れたら音が鳴るんすよ。すごくない？で、この横のダイヤルとかでですね、この、まあ、バンクっていうのかな。
この1から2、3、4、5、6、7、9、10って選べて、でなおかつこのサイドにですね、この ABC っていうボタンがあるんですけども、それぞれ1のバンクの ABC、2のバンクの ABC みたいな感じで、だそれぞれのバンクに対して3種類の音があるからね、なんか全然専門知識とかなくても買ってきてパチッと挿して、で電源入れるだけで、ね、30種類の音が楽しめるという、そんな感じのアイテムなわけでございますよ。すごいでしょ。で、1の A、今結構ガッツ溢れる感じのオーバードライブサウンドでしたけども、まあこれが1の B に行ってみますと、ナチュラルドライブって書いてありますね。これはね、気持ちいいやつですよ。結構くっついてきてくれるのがすごくいいんですよね。なんかこうね、10%、20% くらいでピッキングした時のこの、うーって感じがね、すごくいいんだ。ちょっと聞いてみて、こんな感じ。良くない？このうわーってならない？これ。もちろんガシャガシャしてもいいんです。良くない？すごいこのあーってならない。もう電子って怖え。電子って怖え。すげえめっちゃピッキングの。ニュアンスについてくる。ついてくる。なんかうわってならない。すごくない？なんかね、ほんとね、この動画を撮るさっきまでですよ。まあある程度使い方を知っておかないとまずかろうということで、まあ10分20分この刀の5を触って、カメラを用意して撮影をしようと思ってたわけでございますよ。10分20分やろうと思って10分20分引いて撮影開始して、あとはもう今日帰らなきゃいけないからみたいな、別のことしなきゃいけないからわーみたいな感じのことを思ってたんですが、楽しくてもう10分20分で済ますつもりが3時間4時間ですよ。もう今頃とっくに帰ってる時間なんですよ。本当はもう。もうちょっと今、若干、外暗くなってきてるんですけどもね。本当はもうとっくに帰ってる時間なんですよ。もう刀5のせいでもう、全然今日の予定がもう、っていう感じの危険なツールでございますよ。電子って怖え。1の C はこんな感じの音みたいです。クリーンコーラス。これがなんかね、またインスはすげえ。すげえなんか気持ちいいですよ。なんだろうこれ。ほら。よくないなんか。ああいI'm not afraid to die.
電子ってこえ。もうこんな感じですね。もう電源入れるだけでいろんな音色が出てきてもとっても楽しいんですよね。すごいですよ。イヤホン一つでこんだけの音がするって結構これ画期的よ。すごいよ。で、2の A、モダンブラウン。これもちょっと強いのかな。あ、そうですね。結構またこのガッツ溢れる感じの歪みですけども、さっきよりもなんかこうね、荒々しさも加わったみたいな感じの、そんな感じのサウンドですね。こんな感じの音でございますよ。すごいいいよね。これまたこのね、10分、20分、30分は全然遊べる。2の B、ウォームトーン。またこのピッキングのニュアンスが楽しい感じの音でございますわ。このうっすら 10%、20% ぐらいで。こんな感じのサウンドなわけでございます。すごくない？もう一個ぐらい行ってみましょうか。2の C に関してはファットクリーン。なるほどね。ちょっとこのファットクリーン、まあ名前の通りちょっとこの太めな、ちょっとこの若干クランチな感じで、すごい強くピッキングするとうっすら歪むみたいな感じの、この美味しいクリーンって感じですよ。こんな感じのサウンドでございます。すごくない？で、これが今1の ABC、 2の ABC ってやりましたけどね、これが3、4、5、6、7、8、9、10とまだまだ全然いろんな音色があったりとかするわけでございます。すごいよね。で、これだけでもまあすげえなーとかって思ったりとかするわけなんですけれども、なんとですね、この刀子はですね、スマートフォンと連動することができるんです。Bluetooth 接続をして、いろんな音源を鳴らしたりとか、メトロノーム鳴らしたりとかできるわけなんですよ。例えばこんな感じで、なんか今これ Spotify の画面なんですけども、Spotify の画面上で音源を鳴らすと、Bluetooth 接続をして、こっから流れてくると。で、これに合わせてね、練習するでもいいし、なんか好きな曲を流して、なんかこう、適当にアドリブかますとか。遊んで、
こんな感じで、この耳からですね、音源を鳴らして、この一緒に遊んだりとかするわけでございますよ。で、もちろんね、メトロノームとかもね、鳴らすことができるので、まあ、例えばだけども、その、みたいな感じで、このメトロノームの練習もすることができるわけでございます。これ本当ね、スピーカーから MP3 とか CD とかを鳴らして、アンプからギターを鳴らしたりとかすると、まあ別に悪くはないんだけども、やっぱりこの音像に対してちょっと距離があるからさ、なんか若干このタイム感とかがね、この、ごまかしが効く感じになっちゃうんだけども、やっぱ耳元で鳴っていると、メトロノームとか音源とかが鳴っていて、で自分のギターの音もこう、めちゃくちゃこのね、直球で聴けるわけじゃないですか。だからね、ズレに対してですね、このタイム感とかのズレに対してすごい、なんていうのかな、シビアになれるというか、むちゃむちゃこの如実にわかるから自分がすごい下手くそに聞こえるのもあるんだけれども、そういう面もあるんだけれども、逆に言うと、そんな感じでこうシビアにすごい聞こえるから、練習にもですね、これめちゃくちゃいいと思いますよ。だからこの刀効果とですね、ギター楽しくてまあ弾き続けちゃうじゃん。で、この音源とかメトロノームとか鳴らしてもさ、楽しいからさ、弾き続けちゃうじゃん。で、リズムに対してそのシビアになれるからさ、上手くなっちゃうじゃん。だからずっとこうギター弾き続けちゃうじゃん。恐ろしいよね。電子って怖え。そう。先ほどの私のように、10分20分ぐらいしたら、ああ、学校行かなきゃなとか、ああ、10分20分したらバイト行かなきゃなとか、なんかこのね、仕事行かなきゃなとかって待ち合わせに行かなきゃなとかって思ってる人がですよ。10分20分ちょっとやろうかなって言った時にですね、こうバーッとやってるとですね、もう3時間4時間とかあっという間経っちゃうんですよ。だからもう社会不適合者になってしまいますよ。そんな自己管理力、自己自制心がない人にとっては、この刀号は危ないから進められない。けど、その動画を見てる皆様が、そういう自制心がちゃんとあるならば、すごいいいツールになるでしょう。しかし私のように、もう本当に、その自己管理が何もできない、もうダメ人間野郎に関してはですね、刀号を買うと大変なことになっちゃうから、気をつけてくださいっていうことだけはちょっともうお伝えしておきますわ。電子って怖えっていうところでございます。電子って怖え。マジで半端ねえ。マジで全然楽しいもん。今、楽しいもん。今すでに。動画撮りながら、楽しいもん。全然。普通に楽しいもん。なんか、音が良くて。本当に。で、この刀号、ここまででもですね、うわー、スケーンみたいな感じになってると思うんですけども、これがですね、また半端ねえんですよ。ちょっとこの画面をご覧くださいませ。この刀号の今画面なんですけれども、このね、エフェクターがね、いっぱい入ってるって感じなの。まあ、上からこの BST、ブースター、モジュレーション、FX、ディレイ、ディレイに、なぜかディレイを2つ入れることができます。リバーブ、ソロ、コンタ、ペタル、FX、EQ、EQ にノイズリダクションみたいな感じで、まあね、このね、10種類、12種類ぐらいなのかな。まあ、こんな感じですね。この中にこのマルチエフェクターがいっぱい入っていて、で、それらのこのエフェクターをね、いろいろこの組み合わせることができるって感じなんですよ。半端ないでしょ。すごいでしょ。音を作り込むことももちろん可能なわけでございますよ。マジで、どういうこと？これは電子って怖いよって感じの、そういう私の感想でございます。どう思う？どう思う？昭和58年生まれですけどね、もう電子怖え、マジで。本当に怖え。Windows 95とかでも結構びっくりこいたんだけども、電子って怖え。もう MS-DOS 世代からするとマウスで操作できるって半端ないみたいな風に驚いたんですけどね。小学校6年生の時ですけども。ね、半端ねえなって感じですよね。まぁ、ちょっとこれらを使ってその音を作ってみましょうか。なんかせっかくだから。なんかこのいろんなエフェクトをもりもりにして、なんかこのご飯と味噌汁鮭とかじゃなくて、なんかそのご飯にカツ丼乗せたらカレーもかけて、そこからあんかけスパゲティみたいな感じの、なんかもりもりの刀号、なんかインバウンド丼をちょっと作ってみようかと思います。やってみましょう。まずこのモジュレーション、これをオンにしましょう。コンプレッサーをかけたいんです。で、このタイプっていうところをタップすると、まあ、ボスコンプとかハイバンドとか、まあ、いろいろありますね。これ D コンプっていうのはそのダイナコンプのことなのかな。まあ、コンプレッサーっていろんなね、パターンがあるから。まあ、それのシミュレートだと思うんですけども、ちょっとよくわかんないんで、このボスコンプにしましょう。まあ、こんな感じでバシッとコンプレッサーをかけて、で、その次ブースター入れていきましょう。ブースターに関しては、ケンタオルスタイプの多分オーバードライブってことですね。で、上からクリーンブースト、トレブルブースト、ミッドブースト。で、これブルースドライブは多分ボスの、ブルースドライブの、いいなぁ。
ブルースドライブで吸って、で、その次はナチュラルオーバードライブ、ディストーション、ファット、ディストーションプラス、ガバナ、これガバナ。おー、いいんじゃない？このガバナの。結構このこまごました感じがある良いと思いますよ。メタルゾーン、おお。すごい、このブメタルゾーン、このメタルゾーンのこうちょい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 っていう感じの音何なんですかね。すごいな。ガバナ、これちょっといきましょう。で、この時にですね、まあ本当はこのねモジュレーションがあってからこのブースターに行きたいんだけども、このままだと多分ねブースターからねコンプレッサー行ってると思うんですよ。で、この順番のつなぎ方、これをですね、その、まあ、自分の好みにカスタマイズすることができないんですけども、ある程度このプリセットの中から選ぶことになってしまうんですが、ちゃんとこうね、モジュレーションの後にブースターが来るようにすることができるんですよ。例えばこれとか。こうすると。モジュレーションの後、コンプレッサーの後にブースターが来てる感じになると思います。で、その次 FX、コーラス。わお！うんうん、コーラスもいいですね。フランジャー、フェイザー、トレモロ、ビブラート、ロータリー、いろんなものがあります。ちょっとこのノイズリダクション入れましょうか。ノイズが結構今ひどいので。そうするとスッキリ FX のところで、わかりやすくピッチシフト、ほら見て見て、聞いて聞いて、私が弾いている音よりも1オクターブ上の音が、なっていると。で、この2ボイスにすることで、私が弾いている音よりも1オクターブ上の音も追加さながら、下の音も追加することができると。すごいよね。なんか牛丼を卵で閉じた後にカツ丼にしましたみたいな感じの。で、その後にソースもかけちゃったんだけども、その後にミートソースもいかがですかみたいな。でもその上からこのホワイトソースもかけたら美味しいよねみたいな感じで、なんだこりゃーみたいな感じの、とてつもなくパワーアップ丼ぶりでございます。感じの音でございます。どう？すごくない？結構この時点でも結構モリモリよね。で、その次ディレイ、この追いかけてくるやつですね。追いかけてくるやつをオン、やべこ効果。
ザベラ、イ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 ザイザベラ、イザイザベラ。イザベラ、イザベラ、イザベラ、イザイザベラ、イザイザベラ。そんな感じの音でございます。これでちょっとディレイが強いんで。45ぐらい。素晴らしい。で、ディレイ今行きました。その次リバーブ、リバーブはホールリバーブで行きましょう。ホールリバーブを結構長めに、もうちょっと、ああいいね。接触不良。いいじゃない。で、他にもイコライザー。でもイコライザーこれ別にいいや。そんなに今そんなに変なちょっとカットしたいところとかないから。ワーをしてめちゃめちゃモリモリな音ができました。できねえ。で、これまたね、音を作り込んだら整備をすることで、いつもこのね、作り込んだ音を呼び出すことができると。で、メトロノームの練習とかもできるし、曲と合わせたりとかすることもできるし、みたいな感じになるわけでございますよ。すごくない？どう？電子ってこえってなりません？そらもう3時間4時間経ちますよ。こんな楽しいおもちゃを手に入れたら。そんなもん10分20分で終わるわけがない。終わるわけがない。だってもうすでに動画も多分30分ぐらい経ってる気がするし。もうこんなね、すぐにね、そんなもんね、ああ、よかった、楽しかった、はい、終わり、みたいな感じでできるわけがないよ。こんなもん、もっと弾いていたい、もっと弾いていたいってなってしまうから、本当にこれはね、要注意でございます。そんな感じの、はい、今回はその刀5という、まあヘッドホンアンプのご紹介でございました。いかがだったでしょうか。まあ普通に魅力はめちゃめちゃ通じたと思いますし、とてつもなく危険なツールだってことも分かっていただけたかと思います。自制心のある人だけが、ご検討いただけたら嬉しいというところでございます。まあね、まあ冗談はさておき、まあちょっと半分以上本気だけども、8割ぐらい本気だけども、まあこの刀の子、おそらく楽器屋さんに行くとね、まあ結構高確率であると思うんですよ。なんでまあ今みたいな感じで、この1番から鳴らしていくと、まあ今聞いていただいた音が鳴ると思うので、こんな感じの音なんだ、面白いみたいな。すげえ、結構いい、かっこいい音じゃん、いいじゃん、みたいな感じで、楽しんでいただけたら嬉しいなというところでございます。よかったらいろいろと思想してみてくださいませ。よろしくお願いします。ではそんな感じで、今日も動画のご視聴最後までありがとうございました。長い動画になりましたけども、いかがだったでしょうか。何かご感想、リクエスト、その他もろもろありましたら、チャットとかコメントとかに残していただけたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。で、そんな感じでございます。今日も動画のご視聴ありがとうございました。また違う動画でいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねーの前に一つだけ、ちょっとお知らせ。私、滝沢勝成、神奈川県の相模原というところで、ギターレッスン、マンツーマンレッスンなどをさせていただいております。まあ、こういうね、エフェクターの使い方とかでも OK ですし、まあ、テクニック的なことでも OK ですし、まあ、チャーハンの作り方とか、包丁の研ぎ方とか、なんかネギの切り方とか、そういうのでもいいですし、まあ、ドリンクの作り方とか、ハイボールの作り方とか、お酒に関してうんたらかんたらみたいな話でも大丈夫ですし、まあ、単純にその私が持ってる知識とか経験とかで知りたいことがあったら、何でも教えるよみたいな感じの、そういう自由奔放なレッスンでございます。よければご検討いただけたら幸いでございます。相模原、神奈川県、遠くて行けないよという方もご安心くださいませ。スカイプ
という、とてつもなく便利なツールがありまして、オンラインスカイプレッスン謎もさせていただいております。もしね、竹谷さんのレッスン一回受けてみようかな、ふうに思っていただけるようでしたら、概要欄の方から一応ね、チェックしていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。では、そんな感じで本当に終わりさせていただきましょう。今日も最後まで動画のご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。あ、最後になりますが、刀子を貸してくださったジンさんありがとうございます。おかげさまで動画が撮れました。ジンさんに感謝。それではさよなら、ありがとうございました。じゃあね。電子は怖え。